はい、皆さんこんにちは。今日のハイライトのコーナーです。今日の天気は晴れ、気温33度、水温30度。今日は南風も収まってきたので、久しぶりに離島エリア南下コースでございます。向かった先は黒島パナリエリア。移動中からもうすでに青い海でワクワクが止まりません。まずは砂地のポイントです。真っ白な砂地に点在する根には透かし天軸台が山ほどついておりました。透明度もかなり良かったので、ぼーっとこの透かし天軸台を眺めてるだけでもとっても幸せな気持ちになります。2本目は雰囲気を変えて潮当たりのいいリーフエッジへ行ってきました。体の大きな眠り深がうろうろして迫力ありましたね。ここはマンタのクリーニングステーションもあるので、ちょっとマンタ期待しちゃったんですけど、残念ながらマンタには会えませんでした。他にも白天カタギというちょっと珍しいチョウチョウウオの仲間です。チョウチョウウオといえば黄色だったり明るめの色が多いんですけど、この白天カタギは渋めの色でね、結構かっこいいんですよね。3本目は砂地のポイント、パナリリュウグウの根というポイントなんですが、本当にリュウグウ状のような美しいポイントです。真っ青な海の色に真っ赤な磯花がめちゃくちゃ映えます。そしてこの磯花を覆い尽くすように透かし天軸台が群れて、もう天国のような場所ですね。今日はブルーの海を思いっきり堪能することができました。ということで今日はここまで。また次回もお楽しみに。バイバーイ。はい、チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、どしどしお待ちしております。よろしくお願いします。